西暦2020年、地球に突如未知の敵対生物イーバが襲来。その強大な攻撃により世界各国は次々と壊滅。アメリカの大地もその7割がイーバの巣となった。現存する兵器すべてがイーバに対し効果を示さず、一方的な蹂躙は続き、疲弊しきった人類は滅亡の危機に瀕していた。しかしついに人類は一つの対抗手段を手に入れる。イーバの体組織と金属を結合させた生体武装を開発。この武装を改造手術で組み込んだ特殊強化兵部隊アンチが誕生した。アンチの指導により人類が初めてイーババロン級を駆逐することに成功。この戦果をきっかけに人類は大規模な反抗作戦に乗り出した。アンチという新たな力に望みをかけて。これより諸君に本作戦の概要を説明する。作戦名はオペレーション。地べたを這いずり回るだけの時はおしまいだ。血をかけ、敵を見つけ、奴らを殲滅する。さあ、人類反撃の狼煙を上げろ。全体、こちらビクター1。全員の降下を確認した。現時刻よりグランドターミナルに向け進軍を開始せよ。虫どもが騒ぎ出したぞ。この剣で一番でやれ。